はい、始まりました。シートでございます。今回ですね、ここどこかわかる？いやもう、初めてやろ、ここ。初めての場所。今ね、ドラスタに来てるんですけれども、いつも俺さ、ガチャ回すやん。ちょっとな、ガチャ系をちょっとやめて、一回、ここのドラスタで、一番高いカードをちょっと買ってみようかなと思います。ほうほうほう。で、一応、財布にはね、ちょっと10万円今回持ってきました。さすがに10万以上のカードないやろ。いやもうないと思うよ。俺が今まで一番高いカード見たのが、確かホルワクティの7万5000円ぐらいが、うん、オタロードにあって、多分それが一番高いカードかな、俺が見た中で。なので、まあ、10万は超えないと思うんで、一番高いカードね、ちょっとね、買おうかなと思います。まあ、いつもお世話になってるし、記念っていう感じでやろうかなと思います。10万あったらいけるやろ。まあ、10万あったらさすがに多分一番高いカード買えると思うんで、早速に店長、今回初登場します。ついに登場や。登場。今から店長に一番高いカードを何みたいな感じで聞いて、高いカードベスト3出してもらおうかっていう感じでやっていこうかなと思います。じゃ早速行きましょう。ドラスタで一番高いカードって何ですか？ベスト3が欲しい。あ、なるほどなるほど。じゃあデュエマでしたらこの2点がもうめちゃくちゃ高い。ちょっと待って、ちょっと待って、高すぎ。79おかしいやろこれ。77万と79万。僕10万ぐらいだと思ってたんです。10万そんな甘くないっすか？10万じゃ買えないです。いや高すぎ。ちょ、これやばない。せっかくやから出してもらって、どういうカードか紹介してもらおう。これが一番高くないっすか？まだもう一個高いのがありますね、別のカードゲームで。え、80万超えんの？無理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 。とりあえずじゃあこれ出してもらって、もう一個高いカード教えてください。はい、分かりました。やばいぞ。出してもらうだけでもやばいよこれ。 YouTube には絶対ない。うん、ないな。入ってるケースがおかしいもん。何個クリスタルのケース。あー、マジック・ザ・ギャザリンか。有名やな、これは。おい、やばい、見ちゃった。いくら？120万うそやろ。120万やってこれ。え、やば。120万。これが高すぎ。じゃあこれもちょっと出してください。わかりました。ちょっと待って、俺10万しか持ってきてない。もう無理やん。無理やん。入ってるケースがちゃうもんな。いやもうほんま、気をつけたらあかんで。うわ、これはやばい。ちょっと奥行きましょう。これ、どういうカードですか？デュエルマスターズの GP っていう、まあ、何千人来るような大会の優勝した人だけがもらえるっていうカードです。だからほんまに数枚しか。そうですね、もう数枚しか。うわー、77枚、軽自動車2台ぐらい買えるっていう。買える買える買える。え、じゃあこれも同等で。そうですね、これもまた年度違いの大会のやつなんで。うわー、もう税込み79万8000円。めっちゃいいパソコン買えるから。いやほんまに。でももう一つこっちや。これはなんでなんですか？120万っていうの。これはですね、もっと珍しくて、テストプリントで数枚だけ釣られた。普通はキラーバージョンって世の中に存在しない。あ、はい、強いカードのキラーカードだからもうめちゃめちゃ高い。これ何枚くらいあるんですか？これ何枚くらいあるの？世界に20枚。世界に20枚。これは特に世界中で人気のカード。あ、そうですよね、まず日本だけじゃなくてっていうのは。デュエマだと日本しか持ってないんで。そうですね、大体日本は中心だと思う。うわ、高すぎるやろ。こういうのは誰が売りに来るんですか？これはもう優勝した人が売りに来たりとか、これだともう海外のバイヤーさんとか。あー、なるほどなるほど。なかなかいない、ね、店の看板みたいな感じ。そうです、大体見せ物なんですけど、はい、特にコモに前なったで言うと、カードゲームの中で使っても強いので、まあ、ごくごく稀に取れるカード。ビルヘルムですもんね。そうですね、前もガチャでやってもらって。やばいぞこれほんまに。これが予算10万でこの来たんがバカらしい。これ頼むか。頼もう。店長これください。ちょ本当にください。ちょ本当ください。本当ください。ごめんなさい、無理です。